いちゃん今どこ？家です。なんや？あ、不穏だな。ちょっと見て。釈迦俣の家の前にいる。じゃあちょっと寝てから。釈迦俣の家は確か左側だったな。お？どうしました？こっち来て。え？シェルカーの真上に乗って開けるなよ。絶対だぞ。え？開けぜ、いや、開けるなよ。開けるなよって、あれ？あ、そういうことね。はいはいはい。え？すごくない？え？これ釈迦俣に頼まれてやってるんですか？それとも、秘密ですか？あ、これ秘密あれ、これは、え、まさかこれ秘密、え、うわー、え、どういうこと？ここからは入れないの？そう、じゃあまず侵入しないといけないってこといや、待って、ねね先輩のさ秘密の部屋はいいけどさ、この地下は、これはねね先輩の家なのかな？ね、あ、これはねね先輩の家だこれはねね先輩の家だわいい部屋ですね。ロッキーハウスに居候計画ですか？めちゃくちゃいいいやいや、待って、でもさ、ちょっと待って、よくよく考えたらさ、釈迦俣の家通っていかないといけないの、めんどくねえかこれ。高根類もいて、いて、いて、覚悟してねいや絶対じゃあボタン先輩だろ絶対。地下何か作る予定ある？なんでそんなこと聞くの？え、怪しすぎるいや、こういうのは何気なく堂々と聞いた方がさ、なんか怪しまれずに済むじゃん。ここから入れるようにすればいいんじゃんいやいやあ、これね、バレバレでやるっていうことがロマンなのか。そうなんだな、いいでしょうなんで照れてんだよこれやるってことは、やられる覚悟があってのことですよね。覚悟の準備はできてますか？これは釈迦俣がねねのグローストーンを、ほうほう、使ったからちょっと正論パンチしてもいいかな。でも高根類はグローストーンあげたのに楽しみにしててって、はてはて、るいちゃんからもらったが釈迦俣へ、還元されましたそんなに多く持ってったのあいつこの、もしかしてこの左足たち、もしかして釈迦俣が持ってったのこれ、片足全部それは災難でしたね。このグローストーン無料でもらえるってことですか？家貸したんでそういうことですよね。家賃払って何倍だこれ、10億倍でやり返すかもしれない。それでは、こちらはねえ、ちょっとゲームだ、おい、逃げるんじゃない、逃げられた、逃げるな卑怯者、逃げるな、逃げるな卑怯者、逃げてったぞ、言い逃げしてった。ちょうど本日リングがかかる